フラット設置とフォアフット設置。どうも、こんにちは、カースです。皆さん、走っている際にですね、地面に足をつくと思うんですけども、足の裏のどの場所からついていますでしょうか？つま先の方なのか？それとも足の真ん中なのか？それか、かかとの方なのか？まあ、それぞれのね、走りの特徴が出るかなと思うんですけども、今日はですね、この設置についてですね、詳しく解説をしていきたいと思います。で、最近ね、よく言われるフラット設置、それから、まあ、短距離選手で言うと、フォアフット設置ですね。今の二つのどっちがいいんでしょうか？そしてなぜこういった違いは起こるのか？そして具体的なフォアフット設置、フラット設置の習得方法、このあたりの設置に関するですね、メリット、デメリットも含めてですね、詳しく解説していきたいと思います。なので今日は特にですね、弾むような走りができないとか、ちょっとね、ベタベタついてしまって設置の時間が長くなってしまうという方はですね、特に注目の動画になっていますので、ぜひね、最後までご覧ください。僕のチャンネル内ではですね、陸上競技に関する速く走る方法や理論、考え方などをですね、たっぷりと紹介していますので、チャンネル登録お済みでない方ですね、登録していただいて、この後ね、別の動画もぜひチェックしてみてください。では、早速やっていきましょう。はい、それでは最初にですね、この設置についてですね、もう少し詳しく見ていきたいと思います。走るということはですね、地面に対して力をかけて、そこからもらったエネルギーでですね、前へ進む。これを繰り返していくわけですよね。つまり、地面に接するときっていうのが一番大事っていうのがね、わかるかなと思います。でね、こう、靴あると思うんですけど、皆さん足の裏のね、どこからですね、地面に対してですね、設置をしているでしょうか。ちょっとまずね、この種類についてね、お話をしていくと、大きく分けて3つありますね。まず、かかとからつくもの。こういった形で地面に対して設置をしていくと。これヒールストライクと言いますよね。ヒール、かかとという意味がありますけども、これはですね、速く走るに関してはですね、NG な足のつき方になってきます。なかなかね、陸上を専門にやられている方で、かかとからね、足を設置してですね、走っていこうという人少ないかなと思うんですけども、中にはね、小学生でしたり、あと陸上を始めてね、間もない方でしたら、ちょっとね、こういったベタベタにね、足をついていくような設置の方も見られるんじゃないでしょうか。この原因としてはですね、まあ、いくつか考えられるんですけども、一番大きいのはですね、自分の重心地に対して足のつく位置が前すぎるパターンですね。遠くに足をつこうとするあまり、かかとの方から設置すると。で、ここに対して自分の重心をまず進めていくというね、乗り込みの動作が必要になってくるんですけども、そこがまず遅れてしまいます。そうするとですね、地面に対して大きな力がかけられません。かけられなかった分、地面を長く蹴り続けます。そして足が後ろの方向に流れて、また前に足を持ってくる動作も遅れてしまうということですね。つまりこの負のスパイラルに陥ってしまう可能性があるわけです。また単純に筋力不足ですよね。足を折りたたんでくる、足を前に引き出していく、それから地面に対しての衝撃に耐えうる、そういった筋力が不足している可能性もありますよね。ちょっとね、自分かかと気味だなって方はですね、まずここを修正してもらいたいなと思います。それからミッドフット、足の裏の真ん中あたりですね、ここで設置をする方法。これがいわゆるフラット設置です。フラットなので、まあ、靴が前や後ろに傾くことなく、まあ、フラットに設置していくっていうイメージがありますよね。まあ、厳密に見てみると、全くのフラットではなくて、少しだけね、こう、つま先の方にですね、寄っているかなと思うんですけども、まあ、イメージとして足の裏全体で地面を捉えていこうという設置の方法になってきますよね。それから、フォアフット設置というのは前足部ですね。今、つま先寄りと言いましたけど、まあ、つま先からついてしまうともちろんブレーキ動作なので、まあ、このあたりですよね。足の裏の前足部、ここで地面を捉えていく。これがいわゆるフォアフット設置ですね。スプリンターは先ほどのフラット設置かこのフォアフット設置かどちらかかなと思いますので、次はですね、それぞれの特徴や強み、それからデメリット、このあたりを見ていきたいと思います。はい、それではフラット設置とフォアフット設置のね、比較をしていきたいと思います。まずですね、フラット設置ですね。これの特徴としてはですね、まあ、足の裏が同時にですね、地面につくということはですね、足首の角度がおおよそ90度で固定することができますよね。この角度というのは物理的にですね、地面に足をついて、まあ、大きな力がかかるわけなので、まあ、それを吸収しようとしてですね、足首がね、曲がったりですね。まあ、膝を屈曲、これも曲げたりしてですね、衝撃をね、和らげようとするんですけども、この衝撃を受け止めやすいという特徴がありますよね。なので、足首の設置した瞬間の曲がるっていうね、動作が少なくて済みます。そうすることで地面からのね、反発をね、うまく受け取ることができるというわけですよね。で、うまく乗り込むことができればですね、お尻のあたりですね、体の中心部に近いところをうまく使う感覚っていうのも得やすいというね、メリットもありますよね。まあ、ちょっとこのあたりはね、熟練してこないとってところですけども、足全体を大きなバネとしてですね、うまく使うことができればですね、まあ、フラット設置といえば、最近では桐生選手なのが思い浮かぶかなと思うんですけども、桐生選手のような高いトップスピードをですね、実現することも可能というわけですね。次にですね、
フォアフットステッチなんですけども、なのでどちらかというとつま先より前足部でねつくようなステッチの方法ですよね。これは先ほどのですねフラットステッチと比べてですね、接地の瞬間の衝撃をですねうまくね吸収するためにですね足首が曲がりやすいというね特徴はあります。でこの動作自体はスプリント短距離走を速く走るにあたってはあまり良い動きではないので、できればなくしていきたいところではあるんですけども、フォアフット接地をするにあたってですね、やはり強い足首の力ですとかアキレス腱の力、このあたりはですね必須にやってくるかなと思います。つまり地面についた瞬間に足首やアキレス腱が強い力を発揮してですね、足首をグッと曲げなくてもうまくですね反発をもらえるようなですね強さが欲しいということですね。なので今お話しした通りですね、アキレス腱のバネをフルに使えることができるので、ポンとね弾むようなバネバネしい走りができるのも特徴の一つですよね。皆さんはどちらの接地の方法でですね走っているでしょうか。もしくはですねどっちが向いているかっていうのもね知りたいところですよね。じゃあちょっとその判断方法についてですねポイントを3つお話ししていきたいと思います。まず1つ目はですね、走ってみるってことですね。単純に足の裏全体で接地するようなイメージで走ってみる、フラット接地、それから前足部の方を使ってですね走っていくフォアフット接地、まあどちらかの感覚がいいか、それかもしくはですね、タイムを取ってみて、どっちが早いか。このあたりでですね、皆さんの感覚を研ぎ澄ませてですね、判断してもらいたいなと思います。で、これが出てきてしまっては NG という動作があって、フラット接地の場合ですね、接地時間がもし長くなってしまう場合はですね、逆のフォアフット接地変えてみた方がいいかもしれません。足の裏全体で捉えられているんですけども、腱のね、反射をうまく使えていない可能性がありますよね。逆にですね、フォアフット接地でついた時にですね、ぐにゃんと曲がってしまう、つま先の方でついたのに、かかとまでついてから足を離す、そういった動作が見られる場合はですね、まあ、腱の強さが足りていないという状況になりますので、これはね、フラット接地の方を推奨した方がいいかなと思います。それからポイント2つ目はですね、リバウンドジャンプをやってみるってことですね。リバウンドジャンプは、体をまっすぐにした状態でね、なるべく膝を曲げないように連続ジャンプをしていく方法なんですけども、これをですね、足の裏全体でつくバージョンか、前足部だけでつくバージョンか、どちらかでですね、やってみてください。これも同じようにですね、フラット接地でやった場合、もしね、接地時間が長くなってしまう、こういった場合ですね、ちょっと変えた方がいいかなと思います。逆に、フォアフット接地で接地した時にですね、同じようにですね、足首がうまく耐えられずに、かかとまでついてからジャンプしている、こういった場合はですね、フラット接地の方をやってみてもいいかもしれません。ジャンプはですね、走るよりも接地位置の調整がしやすいという特徴があるので、もしかしたらね、走るやり方がわからないという方はね、まずこのリバウンドジャンプからね、やってみてもいいかなと思います。それからポイント3つ目、これは身体的な特徴ですね。ちょっと難しいかもしれませんけども、例えば足の長さとか持っている体重ですね。このあたりを考慮してですね、総合的に判断していく方向になってきます。ちょっと自分で判断するのね、難しいパターンもあるかなと思いますので、顧問のね、先生やコーチの方にね、聞いてみるのもいいかなと思います。じゃあそもそもですね、このフォアフット、それからフラット設置ですね、どうしてフラットになるのか、フォアフットになるのかっていうところですよね。先ほどヒールストライクのところで話しましたけども、一番大きなポイントはですね、自分の重心地に対して足がどこについたかっていうところですよね。体の前方向につきすぎるとですね、これはまあ物理的に足の裏全体でつくのは難しくなってきますよね。体の前方向につきます。まあ自然にね、かかとから接地するということになると思うんですけど、これ仮に足の裏全体でついたときにですね、まあ今止まってる状態だから安定していますけど、走りながらこの状態を作るのは難しいですよね。なので、フラット接地やフォアフット接地を実現したいという場合はね、必ず自分の体の近くにつく必要がありますよね。まあ大体真下あたりに落としていければフラット接地と。フォアフット接地も同じように、体の真下あたりにつくのがポイントかなと思います。逆にスタート局面ですね、自分の重心よりも後ろ側に足がつくときは、これはどう考えてもフォアフット接地しかできませんよね。かかとでベタッとつくことはできませんし、足の裏ね、全体でね、つくこともできませんよね。加速局面は、どちらかというと前足部を接地 していくようなフォアフット接地かなと思います。それから今のですね、重心地に対しての接地位置、これにプラスしてですね、ポイントになってくるのはですね、足首の角度ですね。まあ、走っている際ね、前に足がリードしてくるとですね、まあ、つま先はね、接地の衝撃に耐えるためにね、やや上を向いていますよね。ここから、まあ、出たね、ところに対して体が乗り込んでいくわけなんですけども、その際に、接地する直前に足首がちょっと下を向く、低屈するような動きが出る場合は、これ、フォアフット接地ですね。
これがそのままの状態ですね。少しつま先が上に向いた状態で設置する場合はフラット設置になってくるかなと思います。なので設置位置に対しての重心の位置、これが一つ目のポイント。それからもう一つが足首の角度、ここを使ってですね調整をしているわけですね。それではですね、今の2つのポイントを踏まえてですね、実際にフラット設置を獲得していく方法、そしてフォアフット設置を獲得していく方法というのを見ていきたいと思います。まあ、今現在ねちょっとフォアフット設置意味でフラット設置を試してみたいよって方はですね、フラット設置のトレーニングを採用してもらってもいいですし、先ほどのねジャンプのトレーニングでチェックをしてみたら、フォアフットでも意外と膝とか足首が潰れずに跳ね上がることができたっていう場合ですね、フォアフットのトレーニングをねやってみてもいいかなと思います。じゃあまずフラット設置の習得方法をですね3つ紹介していきたいと思います。まず1つ目はですねニーアップスキルセットですね。これはニーアップなのでもも上げの運動になってくるんですけれども、スキルセットなのでゆっくり歩く動作から、まあ、実際ね、速いスプリント動作ですね。そこにつなげていきたいと思います。まずはですね、片足ずつもも上げをしながら、ゆっくりね、歩いていきたいと思います。ニーアップウォークですね。ポイントとしてはですね、体の近い位置に足を落としていくよう、ここをですね、大前提にやってもらいたいなと思います。まずはゆっくりやることでですね、正確性を求めていくわけですよね。膝を上げますと。で、上げた時の膝の位置に自分の腰を進めるようなイメージでですね、片足ずつ200をこうやってもらいたいなと思います。で、片足がうまくできたらですね、次は両足ね、交互にやっていくわけですね。これは実際の歩く動作やスプリント動作に近い形になってきますよね。意識は同じです。膝が出たところに腰を進めていくよう、結果的に自分の重心の真下あたりにつくよというところですね。これがうまくできたらニーアップ&ドロップをやってみましょう。ニーアップ、もも上げしたところからですね、足をポトンと落としてそこに一瞬で乗り込むという動作になってきます。これも意識としては同じですね。膝が出た位置に腰をシュッと進める。ただし先ほどのウォークのようにですねゆとりはないので、一瞬でですねその位置までシュッと進むことができるかというのがポイントになってきますよね。もちろんこの時にはフラット設置を意識してやっていきましょう。足の中心部でですね地面を捉えるようなイメージですよね。次は2ステップのもも上げですね。1-2-1-2のリズムで素早く切り返し動作ですね、シザース動作を行いながらですねもも上げ運動をやってみたいと思います。同じような動きに A スキップというのがありますけども、これは 1-2 のリズムでですね軸を作ったりとか、あとももを高く上げるような意識を獲得していくようなものなので、そことですねごっちゃにならないように注意をしてください。で最後はニーアップですね。通常のもも上げ動作になってきますけども、もも上げの目的としては先ほどから言っている通りですね、ももを高く上げることではなくてですね、出した位置に対して自分が進めていくよ、つまり重心移動のトレーニングなんですね。なのでイメージとしては膝を前に引き出すことで、その膝にですね自分の重心が引っ張られていく、そんなイメージを持ってですねこのもも上げ動作やってもらいたいなと思います。はい、それから2つ目のトレーニングですけども、これはスキップからランニング動作、スプリント動作に切り替えていきたいと思います。スキップね、皆さんよくねスプリントドリルでやられるかなと思います。僕のねチャンネル内でもスキップのねスプリントドリルね多く紹介していますけども、これの特徴としてはまずは足が流れにくいよという特徴ですね。2回地面をキックする間に足がね後ろの方向に流れるという動作はほとんどありませんよね。それからもう一つはですね、足が引き出した位置に自分の腰を進める、乗り込みの意識を獲得しやすいということですね。それからもう一つはですね、自然な形のフラット設置を実現するということですね。スキップ皆さんやってもらうと分かるかなと思うんですけども、なかなかねつま先の方から設置に向かう人少ないかなと思います。どちらかというとねかかとの方からですね滑らかに設置に向かっていくと思うんですけども、まあ、スキップしていく中でこの設置位置が体よりもね遠いところにあると、これかかとから設置しますよね。なのでなるべく出たところにですね自分の腰を進めていくようなイメージ、そうすると自然な形でフラット設置を獲得することができるかなと思います。これをですねまずはリラックスした形でね獲得してもらったらですね、スキップの動作からスプリントですね切り替えてみたいと思います。例えば 20m ぐらいスキップした後にですね 20m 走ってみると、でこの切り替えの際にスキップで得たね設置の感覚をねそのまま活かしてほしいので、例えば前傾姿勢かけて思いっきりダッシュをしてみるとか、そういった動作はいらないです。自然な形でゆっくりとしたリズムでいいのでね、スキップからランニング動作に切り替えてもらいたいなと思います。まあ、よくねリーチアウトといってですね、足が前に引き出されたら膝がねポーンと前に飛び出してしまうと、これをね意識的にやってしまうことが
あまり良くないことなので、こういったね、設置の直前の動作をですね、より自然体に戻すという効果もありますので、リーチアウト対策にもね、このスキップからのスプリント動作に切り替えはいいかなと思います。はい、それから3つ目のトレーニングの方法はですね、バウンディングとスピードバーニングをやってみたいと思います。以前ですね、桐生選手もですね、まあ、自身の YouTube チャンネルでですね、バウンディングをですね、フラット設置の習得方法としてね、紹介していましたよね。やはりこれ効果的だと思っていまして、バウンディングというのはですね、一歩でできるだけ遠くに高くにですね、飛んでいくようなですね、移動手段でありますよね。つまり高い位置からですね、設置するにあたってですね、足の裏全体で衝撃をね、受け止めていく必要があるかなと思います。バウンディングをですね、フォアフット設置でやっていくのはね、かなり難しいかなと思います。衝撃がね、強すぎてね、バネの力でね、自分のね、足首の力だけではね、うまく吸収できないからですよね。なので、これもね、先ほどのスキップと同じように、自然体でフラット設置が獲得できるね、方法かなと思います。で、バウンディングはですね、習得までにね、少し時間がかかるような難しい動作になってきますので、まずはですね、ミニバウンディングですね、可動域を少し狭めた状態でですね、バウンディングをやってもらいたいなと思います。足の裏ね、全体で地面をね、受け止めるような感覚をね、持ちながらですね、左右の手足のスイングのタイミングだけ接地にね、合わせることでですね、弾んでいくわけですね。これがうまくできたら、股関節の前後の可動域ですね、動かす範囲をだんだん大きくしていって、バウンディングにつなげていきましょう。で、バウンディングまでね、うまく獲得できたら、これをですね、少し力を出す方向を上ではなく、前方向ですね、水平方向に出していくことで、スピードを求めていきたいと思います。スピードバウンディングですね。まあ、実際にですね、例えばマークをですね、3メートルとか、まあ、最初はね、2メーターぐらいでもいいかもしれませんけども、間隔を置いてですね、そこをできるだけね、素早い形でね、バウンディングしていくのもね、いいかなと思います。イメージとしてはですね、水切りですね、まあ、ここにも川流れてますけども、川に向かってね、平らな石をね、投げてね、水切りってね、遊びやったことがあるかなと思うんですけども、自分がね、その石になったつもりで、なるべくね、水平方向に力をかけるような意識でですね、バウンディングやってもらうとですね、スピードバウンディングにつながってくるかなと思います。これもやはりですね、フラット設置を自然な形で獲得しながらですね、より速い動作、スプリント動作につなげていくという方法ですよね。はい、次はですね、フォアフット設置の習得方法をですね、紹介していきたいと思います。僕はどちらかというと、フォアフット設置の方を採用している形になるんですけども、これはですね、やはり個人的なですね、得意不得意のところから選んでいます。僕はですね、まあ、頭からかかとの先までですね、軸を作る際にですね、つま先寄りの方で設置をしても軸が潰れないという特徴がですね、高校生時代からありまして、どちらかというとですね、前足部を積極的に使っていくような設置の方法でですね、走っているんですけども、やはりですね、腱への負担は大きいので、まあ今ね、30代中盤になってきまして、やはりアキレス腱はずっと痛いと。なんでこのあたりのですね、ケアの観点から含めてもですね、フラット設置をうまくね、獲得していくのはね、一ついいかなと思ってもいます。ただしやはりアキレス腱のバネの能力ですね、ここをうまく使っていく。それから自分の体重が軽いとか、もしくは外国人選手のようにですね、すごい足が長いとか、そういった特徴がある方はですね、こっちのフォアフット設置をね、やってみてもいいかなと思います。まずトレーニング一つ目ですね、トロッティングですね。これはまあ設置のトレーニングになってくるんですけども、足首、膝、股関節とね、こう滑らかな無知のような形でね、使っていくようなトレーニングの方法になってきます。で、イメージとしてはですね、膝の力をカクンカクンカクンとね、優しく抜いてあげるようなイメージでね、トロッティングやってもらえたなと思います。で、まあトロッティングをやる際にですね、自分のくるぶしがですね、まあ設置の瞬間に反対側の足、軸足のふくらはぎの横あたりに来るようなイメージ。まあ、それを繰り返していくことでね、滑らかなトロッティング動作につながっていくかなと思います。で、もちろん設置をしていくときにはですね、最終的には動きとしては股関節から始まってですね、こういう形でですね、大げさにやると、滑らかに、まあ、無知のように使っていくわけなんですけども、最終的には足首を設置の直前にちょっと返してですね、前足部で設置をするというね、ところまで繋げてもらいたいなと思います。ちょっとね、この滑らかな動作難しいのでですね、何回かトライしてみてですね、ぜひやってみてもらいたいなと思います。それから二つ目の方法はですね、リバウンドジャンプですね。まあ先ほどチェックの時にもですね、リバウンドジャンプ出てきたかなと思うんですけども、これをですね、まあ前足部だけを使ってですね、設置をしていく方法になります。ただしですね、空中にいるときはですね、つま先を下にですね、向けない、落とさないようにしてやってもらいたいなと思います。空中ではですね、上に上がったときにつま先をですね、やや上の方向に向けます。つまり足首を背屈させるという動作ですね。で、設置の瞬間に前足部に持っていくわけなので、少し足首を返してあげるわけですね。低屈動作を入れるわけです。そうすることで足首の強度をね、出すことができて、あと、アキレス腱のね、バネもね、フルに使うことができるかなと思います。なので、この足首のコントロールっていうのはね、ちょっとね、難しい。
しくはあるんですけども、これをね一歩間違えてしまうと、例えばね空中にいる時もつま先が下がったままとかね、これはですねやはり膝の関節ぐしゃんと曲げてですね対応するしかないかなと思いますので、足首の空中接地時、そのコントロールをねやってもらってですね、リバウンドジャンプやることでですね、このフォアフット接地もね身についていくかなと思います。まあもちろんねいつも言っているようにですね、腕振りのタイミングを接地と合わせてあげるとか、体の、ね、姿勢はしっかりキープしましょう。そのあたりもですねイメージしてやってもらいたいなと思います。その場でやってもいいですし、まあマークなどね並べてね前に進みながらね重心移動の感覚をね獲得しながらやってもらってもいいかなと思います。はい、3つ目の方法はですね、これ具体的に走っていく方法なんですけども、まあスタンディングスタートからね出ていきましょう。先ほどねちらっと言いましたけども、スタート局面ですね、加速局面は自然にですね自分の全速度ですねフォアフットでついていくかなと思います。なのでこっちの方が意識しやすいんですね。スタートから出ていくことでフォアフットステッチを意識しやすい状態にして走っていくと。なのでね、先ほどやったトロッティングやですね、リバウンドジャンプの意識ですね、そこをまとめとしてですね、走りの動作に落とし込んでですね、フォアフットステッチを獲得してもらいたいなと思います。で、フラットステッチの時にも言えるんですけども、やはりですね、足の裏どこから継ぐかっていうのをですね、今回修正しているわけなんですけども、足の裏、そこをね、意識ばかりしてしまうとですね、やはり大きな目的である、大きな力を加えていくというところからね、外れてしまう可能性があります。大きな力を生み出せるのは体の中心部です。で、接地位置のところの決まっている原因でもお話ししましたけども、まあ、重心位置に対してどこにつくかっていうのもね、大事なところという話もしました。なので、そちらでですね、できればフォアフットかフラットかっていうのをね、コントロールしてほしいなと思います。まあ、最終的に足首のね、角度でね、調整してもらうとね、うまくできるかなと思うんですけども、やはり一番大事なのは、体の中心部で生み出したエネルギーを地面に伝えていくというところなので、あまり膝から下を意識しすぎないように注意してほしいなと思います。ただし、習得の段階ではですね、意識した方が早いとか、上手なね、感覚が得やすいというね、こともありますので、そこはですね、うまくやってもらうといいかなと思います。はい、ということでですね、今日はフラット接地とフォアフット接地についてですね、詳しく解説させてもらいました。まあ今ね、単純にフラット、フォアフット、それからヒールストライクとね、分けてきましたけども、実際はですね、皆さんに最もですね、適した形をですね、自分で探してもらいたいなと思います。例えば、フォアフットよりのフラット接地がいいのか、それとも、フォアフットなんだけども、足裏全体でつくようなイメージの方が適しているのか、などなどは、ここはね、パーソナライズしてもらいたいなと思います。個人にね、当てはめて、一番ね、あなたが早く走れる接地の方法をね、探していくのも一つのね、面白み。醍醐味かなと思いますので、ぜひね、トライアルしてみてください。じゃあまた質問リクエストはですね、コメント欄に書き込んでください。お待ちしています。ではまた。